増本豊は、日本中央競馬会、立党トレーニングセンターに所属していた元調教師。父は、増本モトイおじは有限会社造本牧場の代表者である、増本和夫義兄弟邸に、瀬戸口勤がいる。1969年、京都競馬場、増本モ級者所属の休務員となる。1970年、同級者の調教助手となる。 1976年、調教師免許を取得する。1978年、旧社を開業し、3月11日に管理場が初、出走し、パールキャプテンが7着となり、7月2日に、ライトシーダーが勝利し、延べ11戦目で管理場が初勝利を挙げた。1981年、日本中央競馬会の旧社関係者表彰において、調教技術賞を初受賞する。 1985年2月3日に、中京記念をパワーシーダーが制し、管理場が重賞初勝利を挙げた。1999年5月2日に、新潟県競馬組合主催の新潟競馬にて、地方競馬への初出走を果たし、同日に初勝利を挙げた。5月23日には、高松の宮記念をマサラッキが制し、管理場が GI 初勝利を挙げた。 2000年5月13日に中央通算400勝を達成した。2001年9月5日に、先玉灰をゲイリー・イグリットが制し、管理場がダートグレード競争初勝利を挙げた。2008年4月19日、第10回中山グランドジャンプをマルカラスカルが優勝し、12月27日に中山大障害をキングジョイが優勝したため、 1> 同一年障害 GI 競争優勝を果たした。2013年11月5日、病気のため、滋賀県内の病院で死去。67歳ボーツ。太字は、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。松本豊町教師が死去マサラッキなどで GI4 勝。ウェーバックマシン。ありがとうございます。